ございます。じゅんです。今日はですね、アコーディアさんのグレンオックスカントリークラブに来ております。今日は本当は一人じゃなかったんですけど、急遽ちょっと一人で撮影になってしまいまして、どうしようかなって考えたんですけど、まあ、カメラマンの山ちゃんがですね、いろいろ考えてくれました。はい。題してクイズリンゴルフ王です。イエーイ。イエーイ。10問ぐらい山ちゃんがもう最初から最近までのを抜粋して、はい、うん、あの、まあ、リンゴルフにちなんだクイズを用意してます。わかりました。じゃあちょっとクイズの内容は知らされておりませんので、まあ、ラウンドしながら山ちゃんのクイズに答えていきたいと思います。レギュラーティーから真剣にやりたいと思います。スコアはですね、目指せ88、末広がりでいきたいと思います。88切りたい。85から88の間で回っていきたいと思います。いいですか？はい、了解しました。了解しました。よし、頑張るぞ。よし。はい、スタートホールは1番、1番パー4、359ヤード。まあ、バンカー右ですかね。右スレスレを狙っていきたいです。はい。ショート宣言通り、狙い通り。うん、なるほどね。 OK です。これ左に狙って過ぎちゃうと、私の場合はあのラフにね、入っちゃうんで、ちょっとやっぱ右目に狙っていって正解でした。質問してもいいですか？はい。ジュンちゃん、いつも練習しないじゃないですか、はい、ぶつけ本番になるじゃないですか、うん、撮影の時って、うんうん、今みたいにナイスショットが結構多いと思うんですけど、なんかこコツあるんですか、うん、心構えみたいな。あ、でも最初のティーショットは飛ばそうと思ってない。あ、1打目、うん、なので結構ゆっくりグーって当てていく感じで素振りじゃないわ、スイングしてて、うん、慣れてきたらどんどん振ってってるんだけど、最初はもうこうやってパーンって当てにいってる感じかな、うんうん、けどやっぱ週1とかでゴルフ行ってる時は大丈夫なんだけど、たまに1ヶ月とか、まあ、2、3週間空いちゃうとティーショットをチョロみたいな。あ、さすがにそれはたまにある。ミスが出やすいんだ、うん、出やすい、うん、じゃあ最初はちょっとゆっくりというか、うん、軽くリラックスして、うん、打ってちょっと調子を見ながら上げていくっていう感じ。そう。あ、私はだから後半がいいことの方が多いですよ。そういう感じです。7番ウッドで160ヤードぐらい上げですね。ちょっと右目で乗らなくてもいいよぐらいです。ちょっと待ちすぎた。そうだね。あ、右目って言ったのにめっちゃ引っ掛けた。ピンはあの木の方ですね。ちょっと狙いづらいです。そうですね。7番アイアンで、あ、もう適当ですね。これは適当。適当です。適当に。うまい。良さそうくない？良さそう。適当うまい。行きます。もうね、諦めてね。え、でもちょっと曲げようってしたの？あ、そう、ちょっと、あ、乗ってるし、やば。アップ。ちょっとフェイスを乗ってます。フェイス？ちょっとフェイスをかぶして、あ、打つの？そうすると、うん、若干こう、あ、確かにね、ドロー気味というか、気味に出てくるんで、今こうかぶして打ちました。すげえ、技だ。はい、実はね、こそこそやってんです。今日はあれですね、丸裸ですね。丸裸ですね。そんなに考
考えてるんだってよく言われるんですけど、めっちゃ考えてやってるんで、細かいうざいぐらい喋っていこうかな、一人だから喋るしかないもんね、一人だとね今日一人なんで、うざいぐらい喋っていこうかなと思います。登って下ってる感じ、登って下ってスライスライン9フィート9.0って書いてある。とりあえず距離感ですね。もう切れない、最後距離感バッチシで、ここからがそんな曲がんなかったんだね、うん、すぐあっ汗かくわ今の何、はい、やば、ダボになっちゃった、もったいな。今ね、なんだろう、いつもあったらこうちゃんと見るんだけど、この線とか入るだろうっていう気持ちでちょっと残念です。まあ、出だしダボ取りはね、私いつも本当に多いんですよ、プライベートでゴルフしてても今までのリンゴルフでも。まあこっからですからですね、はい。クイズリンゴルフの第1問は何でしょうか。はい、もうほんと一番最初、リンゴルフの動画が初めて公開されたのは、うん、はい、2016年の11月22日、はい、2016年、4年半前ぐらい、結構経ちましたねリンゴルフね。 はい、でその時は三枝心ちゃんが、うん、まあ一人でラウンド動画でスタートさせた感じなんですけど、うんうんうん、はい、ではその時にラウンドしたゴルフ場、はい、これはどこでしょう。これはね、私も知ってるんですよ。嘘、覚えてます、マジで、はい、じゃ視聴者さんうろ覚えみたいなところもあるかもしれないんで。そうですね、ちょっとヒント、ヒント、うーん、これでもね、メンバーさんがいないとラウンドできないゴルフコースなんですよ。あ、都道府県は茨城県ですね。あ、はい、間違ってるかもしれない。え、え、マジいや、わかんないわかんないで、その時は多分まだアップバンクがやるとか言ってなかったと思う。え、もう言ってたのかな。だからなんかカメラマンもその知り合いに頼んでやってたはず。なるほどっすね、はい、了解です。で、そのね、カメラマンやってくれた人も、私プライベートで結構ゴルフ行く仲良しな人なんですけど、その人が多分ゴルフ場を取ってラウンドしたはずでよく聞かされるんで合ってると思うんですけど。了解しました、はい。ではじゅんちゃん、はい、答えをお願いします。じゃん、イーグルポイント、正解です。イエーイ、これはね簡単ですよ、もう有名な話なんで、あの我々界隈の中では。なるほど、正解はイーグルポイントでした、はい、イーグルポイントです、はい。まあ、ちょっとこんな感じで、はい、あの初期から最近までを、ね、はい、順番を分けて、面白いね、はい、これちょっと簡単すぎちゃったんで。簡単すぎ、簡単すぎちゃいました。了解です、はい。一番最初の撮影でもう結構心ちゃんがミスをして、もう撮り直したい、やり直したいって言ってラウンドしたっていうそうなんだそう、やっぱこう初めて全ショット撮られるみたいな感じでやったから、もちろんミス出るわけじゃん。インスタグラムとかだといいショットばっかり載せるけど、ね、やっぱこういう YouTube とかになると、あのミスショットも撮られて、なんかこうメンタル的に結構きつかったって言って、すごいそういう話をしてたのを覚えてますよ。で、純ちゃんもマジですごい嫌な気分になるかもよみたいな、最初はって言ってた。懐かしいお話ですね、4年前ですか。ここはちょっと右のバンカー入っちゃう可能性あるんですね。狭いですね。左のバンカー奥狙っていきます。2番ホールパー4、392ヤード。
まいましたか、バンカーとバンカーの間、間、はい、狙い通りです。はい、今のはねちょっと振りに行ったんですけど、分かりましたか。はあ、って振りに行ったんですよ。そう、一番最初にゴルフしたゴルフ場がすごい緊張したのを覚えてます。でしかもその時はまだね、え、大丈夫かな、クイズになってたら。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。その時はねウッドが入ってなかったんですよ、私。あ、そうなんだ。そう、まだ多分ね5番アイアン入れてユーティリティ入れて、あと多分ドライバーでラウンドしててレギュラーティーから、まあ、それでも80台レギュラーティーから出してたから、なんか今って本当成長してんのかなって思うぐらい、その時アイアン5番アイアンで回ってたの上手かったなって。すごくない？すごい。そうなんですよ。でその後なんか心ちゃんとかなんか210こうウッドで打ってるのとかを見て、あ、なんか私もウッドやっぱ入れた方がいいのかなって言って、その辺あたりからウッドをちょこちょこ入れ始めてっていう感じですね。そう、それまでは本当にアイアンだけで回ってたぐらいな感じですね。懐かしい。そう、その時のアイアンとあんまり変わってないし、今持ってない。ずっと変えてないもんね。え、でもなんかやっぱ もっと飛ぶアイアンって今出てるはずだから、それはねやっぱ変えたいなとは思ってる。うん、ちょっとアイアンでねもうちょっと距離出して狙えるようにはしたいかな。なんかいいアイアンないですかね。フィッティングしてなんかやりたい。どこがいいかな、どこがいいのかな、あんまり分かんないんですよね。でももうちょっと10ヤードとか20ヤードとか、まあ、10ヤードぐらいアイアンで飛ばせて、ちょっとレギュラーティーから回れる、もうちょっと楽に回れたらいいなって思ってるんですよね。でアイアンってメンズだもんね。そう、そうだよね。シャフトの長さって切ってるの？切ってない。あ、そのまま。そのままなんだ。うん、の R シャフト、カーボン。あ、でもそれだったら選びやすそうだよね。うん、あのほら切ったりしてるとさ、またなんか長さがとかあるけどさ、うん、そのまんまのをベースで使えるから。うんうんうん。うん、でも山ちゃんそういうの詳しいじゃないですか。元前職。そう、フィッティングいっぱいしてた。だっていつもなんか友達からクラブどうしようって相談された時は全部山ちゃんに丸投げして、一式これぐらいの金額で揃えてってやってもらったもん、うん、でもアイアンって距離感だから変えるとまた慣れるのも大変そうだなっていう感じはする、うん、そうね。そう、まあ一個なんかジャンカルロデジクラブのあのスチールシャフトのやつあるんだけど、軽量スチールかな、うんうん、けどやっぱもう重くて、あ、そう、やっぱ夏にしか使えない。でもすごい使いやすいんだけど、さすがにちょっと冬使えないしと思って使ってないやつがある。シャフト変えれば使えるかもしれないかなって。なかなかねクラブ選びはすごい難しい。だって合わなかったらなんか悲しくない？そう、コースで使ってみないと分かんないところはあるからさ、うん、そうなんだよね。だ私結構上からドンって入れたいから、ソールが厚いやつだと突き刺さっちゃったりとかするじゃん。かといって薄すぎるのは難しいから、なんかちょうどいいやつないかなとは思ってるんだけど、昔そのこれの R11 の次になんだっけグローレのアイアン買ったのよ、うん、友達から安く、けどやっぱドカってなっちゃうからやめた。突き刺さっちゃうからとかって。あ、今よりちょっと薄いんだ。今より厚い。厚い。厚くて突き刺さっちゃう。なんつうの？邪魔になっちゃうんだ。そう、なんか滑らせる系が多いじゃん今、うんうんうん、アイアンって、うんうん。そうそうそう。だから滑らせながら打たないといけないからちょっと打ちづらくて、結局それやめて R11 に戻してって感じ。うん、そうそうかな。そろそろですね。一人だからめっちゃ時間があるな。216届かないですね。前まで頑張って打っていく感じでいきます。5番、まあ花道狙いですけど右落ちる可能性があるので左のバンカー方向に
狙っていきます。なんかいってた。まあ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 ですね。意外と距離ありました。70ない気がするんだけど、まあ、ちょっと左足上がってるんで、普段だったら58で打つんですが52で優しめに。なんかね、硬いんだよね今日のグリーン。どうかな、ちょっとコンって言ったもんね。強かったかもしれない、うん、距離がバッチリだと思うんだけど、うん、あ、ぴったりだね、距離は。この2段グリーンの上に乗っててくれてよかったですね、うん、やっぱ5-8で打つと多分これ止まっちゃうんですよ。うんうんうん。なので、まあ、5-2で、あ、ちょっと2段グリーンっていうのは把握してなかったんです。もうね、結果オーライですよねって思った。あれで知ってたかな。その何も話されてなかったですね、そこ。そうそうそう、結果ね。いやー、これ入れたらパーですね。できます。運ぶ感じで打ちます。あー、惜しい。ボギー。今ちょっと入ったかと思ったかな。うわー、思ったより切れた。ボギーです。ダボボギー。いや、今パー当たったらな。朝のダボが消えたのに。ナイスアプローチでした。はい。結果的になんか知ってたかのように解説するところがもうだよね、私も思ったよ。知らなかったんですけどねっていう。違うんですよ、本当は言ってたんですけど、うん、動画撮り忘れました。違うよ、言ってない言ってないんだよ。